バックサイド TV、ボリューム7、始めます。バックサイドスノーボーディングマガジン編集長の野上大輔です。よろしくお願いします。で、ちょっと前回特別編で角野祐樹くんに出てもらってお休みだったんですけど、レギュラーの小西貴文くん、今宵もこんばんは、よろしくお願いします。まあ昼帯でいうところの、レギュラーで八代弁護士的な立ち位置なんで、キレキレのコメントをね。やばいね。で、今回スペシャルゲストで、現在は日本スキー場開発株式会社営業本部企画推進部シニアマネージャーの渡来信之さんに来てもらってますというか、ズーム出演してもらってます。渡来さん、こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。見ている業界の方には説明は絶対いらないんですけど、とりあえず渡来さんの紹介をさせてください。1994年から、僕もいたんですけど、まあ、僕の先輩ですね。僕はいなかったんですけど、トランスワールドスノーボーディングジャパンの編集部に入って、で、同じ会社のワープというファッション誌に96年から在籍されて、で、98年、からフリーランスになって、各種でライター業をやられ、99年、フリーラン、今もありますね、フリーランの創刊スタッフとして8年、7年。で、2000年からは、今ちょっと休止しちゃってるんですけど、スロープスタイルのコンテストディレクターを7年。で、2001年からブルーブラッドブランドクリエイティブを5年。2003年からフリーペーパー、今ないんですけど、フリーペーパーの走り、スパームを3年間発刊されて、いろいろありまして、2006年からボルコムのマーケティングディレクター13年間で、昨年現職ですよね、うん、ダメです、やっぱ噛まずに言おうと思ったんですけど、噛み噛みですねなのでもう、まあ、今回はまあ、スノーリゾートゲレンデスキー場の営業本部、企画推進部、シニアマネージャーという立場で出てもらうんですけど、もうスノーボードのことは僕なんかより全然大先輩で、何でもわかるんで、ちょっといろいろとバクセル TV ご協力お願いします。よろしくお願いします。で、ちょっと、今回は、第4回の快速化っていうテーマで、僕とコニーと、あと、太田義隆くん、3人で喋って、その時、まあ、移住とか、テレワークとか、やっぱその辺がこう普及したりとかすることによって、やっぱりスノーボードにとってなんか追い風だよね。あとまあウィズコロナの時代だし、まあやっぱアウトドアスポーツは推奨されるよねとか、まあバラクラーバとかフェイスマスクとかもう自然にするスポーツだから、まあウイルス対策もある程度できてんじゃねみたいな、なんかそんな話で、まあスノーボード盛り上がるんじゃないかみたいな話をしてたんですけど、もう渡来さんもなんか転職されたきっかけの一つに移住的なこともあるって伺ったんですけど。そうですね。まあ僕も今年で50になるんですよ。あ、で、全然見えない。そう、ちょっと長く生きちゃった。それで、まあ、たぶんその年になると、これから先どうしていこうっていうことよりも、なんて言ったらいいのかな、終わりが見えちゃったというか、あと俺何年かしか生きれないかもっていう考え方になっちゃったんです。若い時は、はい、若い時は夢見てガンガン行くじゃないですか。はい。なんだけど、ある程度、キャリアも含めて立ってくると、あれ、はい、俺あと何年かしか生きれないのかなとか。人生を逆算するようになって、はい。そしたら急になんか時間が足りないみたいな風に思っちゃって。はい。だったらちょっとやりたいことを早めにやんなきゃみたいな。要は、リタイアして山行くみたいな、のんきなこと言ってる場合じゃないなぐらい、はい。早く行きたいみたいな。なるほど。僕生まれが北海道なんですけど、まあ、千葉で育って、はい、で、まあ、今東京に住んでるんですけども、はい、やっぱりなぜかこう、どさんこのなのか、やっぱ帰りたくなっちゃったんですよね。本能ですかね。本能で。はい、で、まあ、その山にじゃあいきなり行ったところで、まあ、親戚はいるんですけど、ただ一人で行ってももちろん仕事の問題もあるし、じゃあどう生きていこうかみたいなところが、なんとなくこう、まだ固まってなかったんで、そのアクションを起こせなかったんですけど、ただやっぱその逆算して考えるようになった時に、やっぱこれちょっとすぐ行きたいなっていうのがあって、では、それは、
その時にこう、まあ、今の仕事じゃちょっといけないかもと思って考え出してたタイミングで、まあ、去年ちょっと移籍したというか、まあ、会社辞めてスキー場の方に働きながら何かこうやれることがあるんじゃないかっていうようなところにまで追いついて、まあ、だから今までのキャリアを使ってスキー場を良くしようという考え方ももちろんあるんですけど、はい、自分個人的なところで言ったらやっぱり山に住みたいっていうのがあって、じゃあそのために、はい、何をすればいいか、じゃあ今までのキャリアを生かして山で仕事できるような、まあ、スキルとチャンスがあればそれが叶うんじゃないかっていうところが今の、まあ、行動の結果というか、それで今スキー場開設に入ったっていう感じなんですよね。ただまあ今うちの会社は北海道にまだスキー場がないので、はい、ちょっとそこに、まあ、スキー場を新しくこう、まあ買収するのか何だか分かんないですけど、そういうところに向けてまあ会社は動いてるとは思うんですけど、そこにじゃあ会社でじゃあ北海道のスキー場を運営することがありましたってなった時に一番初めに手を挙げたいぐらい、まあ、思ってますし、それに向けて今まあ会社でまあ勉強しながら、まあ、スキー場のノウハウとかまあ学んでるというところがまあ実情かな、うん、なるほど、まあ、目指すというか、まあ、北海道ですね、やっぱり。そうですね。でもあれですよね、北海さんの、日本スキー場開発、はい、長野結構ありますもんね、コーニが住んでる、うん、そうですね、ね、名だたるスキー場持ってますね。コーニも行くっしょ、スキー場から行く行く、うん、白馬エリアのは特に八方とか、うん、八方、岩岳は夏も行くし、うん、うん、どういう印象？いや、なんか綺麗印象あるよね、スキー場。ちょっと都会チックなスキー場なイメージはある。他のスキー場と比べて。都会チックは逆に初めて聞いた。本当ですか？なんか変な言い方したかも。いや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 。いや、なんか小ざっぱりしてるような、こう、まあ全部が全部じゃないけど、そういうエリアが結構目につくスキー場たちじゃないですかね。うん、うん、岩岳八方は今テラスもやってますし、ね、うん、そう、あの辺とかも最近できた、うん、あの辺はすごいね、都会チックじゃないですか、めちゃくちゃ。そう人気ゲレンデですよね、いわゆる、やっぱり、うん、集客も多いですもんね。まあ、八方なんかも歴史も長いっていうのもありますけど、まあ、それでもやっぱりそのスキー場っていう概念からやっぱマウンテンリゾートっていうところにやっぱシフトしていきたいんですよね、うん、スキー場っていうとスキーをやる場所っていう意味になっちゃうじゃないですか。確かに、うん、で、まあ、我々スノーボーダーじゃないですか。はい。だからスキーしないじゃないですか。はい。うん。だから、スキー場にスノーボードしに行くっていうのは、まあ、意味わかるんですけど、はい、でもやっぱりそのマウンテンリゾートって通年遊べて、冬だけじゃなくて、はい、春も夏も秋も楽しめるような山のリゾート、マウンテンリゾートで、まあ、遊ぶっていうようなところまで、まあ、総合的に、まあ、それもスキーヤーであろうと、スノーボーダーであろうと、両方やらなくても遊べるような、そういうリゾート目指していきたいっていう。ような思いはありますね、会社として。あ、それすごいですね。うん。やっぱまあ今ね、インバウンドのお客さんも増えてはきてはいるんですけども、やっぱまあ必ずしも皆さんがスキーやられるかというとそうじゃないですし、確かに山に来てもらって、まあ雪見てもらって、まあそれで雪触るところから始まってもらって、うん、こう滑ってる人見て、いやまあああいうふうにやりたいなみたいなふうに思ってくれて、まあそこからこうチャレンジしてもらうっていう方がまあ自然な流れだと思うし。うん。なるほど。はい、で、その先ほど言った、まあ、ボリューム4でその3人でいろいろ議論してた時に、やっぱその今後、まあ、今もちろんできるできない職種によって違うと思うんですけど、やっぱりテレワークにこう、はい、ついに日本人が慣れてきたというか、うん、まあ、これまでももちろん IT 系とかは率先してやられてたと思うんですけども、まあ、もう今回のコロナ禍でもうやらざるを得なくてリモートワークやってみたら意外にできるんじゃねみたいな会社もやっぱりあると思うんですよ。で、もともとその、まあ、僕ももちろんそうですし、まあ、スノーボードだったら誰でも一度は憧れたことがあるだろう、移住っていうのは、結構そのリモートワークが具現化すれば実現可能な話になってくるのかなと思ってて。いや、それは間違いないですね。その辺ってそのリゾートサイドとしてどういうなんか受け入れというか、なんか考えられてますかね。テレワーク、確かに、まあ現場仕事になってくると、まあ、そういうわけにいかないですよね。うちは我々はやっぱサービス業なんで、うん、まあ、スキー場っていう場所があって、はい、まあ、そこでやっぱ対面で、
まあ、営業活動しなきゃいけない部分ってやっぱ多々あったりするんですね。レストランもそうだし、はい、いろんなチケットの受付だったりとかそういうのもそうだし、で結局その人と人が触れ合わなきゃいけない場所っていうのも多少はあったりするので、まあ、そういった意味ではまあ現場に行かなきゃいけない仕事も多いですけど、はい、ただまあその営業の人間とかはまあ比較的こう会社行かなくてもまあ携帯と PC 持って動き回るってことはできるのは間違いないですし、はい、でまあ本当、まあ、職種によってかもしれないです。冬場だったら、例えばその作動で、まあ、雪を鳴らす、雪上車に乗って鳴らすという人なんかはリモートワークでわけにいかないですから、はい、まあ、そういう人はまあ当然現場には行かなきゃいけないところではあるんですけども、まあ、職種によっては全然リモートワークできるところはあるかとは思います。はい。で、今後その、まあ、東京だろうが、まあ、千葉だろうが、首都圏とか、まあ、いわゆる四大都市って言われているところの、まあ、普通のサラリーマンとかが、まあ、スキーヤーだったりスノーボード、はい、好きな人は多分雪山と その物理的な距離はあれですけど、まあ、やっぱり距離行ける可能性が高まったというか、まあ、滞在できる期間も長くなるというか、うん、なんかそうなっていったらいいなと思うんですけど、そういう、うん、まあ、前話してたのはコニの信濃町にね、なんだっけ、うん、コワーキングスペースみたいのがあったりとか、そのいわゆるなんかそういう、まあ、滑り午前中滑って午後リモートワークできるなんかスペースがあったりみたいな話も出たんですけど、なんかそういうのってスキー場的に、あ、なんか考えてたりするんですかね。まあ、場所がねというところあるかもしれないですね。やっぱ遠いので比較的、うん、まあ、長野市内からでこう、ね、車で30分ぐらいで行けるって言ったら、まあ、竜王がもしかしたら近いのかもしれないんですけども、うん、まあ、白馬だとちょっとやっぱり山すぎてしまうかもしれないです、うん、あと、まあ、あと何やかんや東京で仕事してるベースで考えてしまうと、その新幹線で長野まで行ってみたいなこう意味で東京は近いっていうところはあるかもしれないですけども、はい、あと白馬になってくるとちょっともう一本先になってしまうんで、ちょっと遠いイメージがあるかもしれないですよね、うん、東京の人から。確かに遠、僕も遠いイメージありますね。ただでも、ね、こうやってこうリモートでいろいろお話できたりとか、まあ、ミーティングなんかもそうですし、まあ、そういったコミュニケーションをまあうまく、まあ、こういう、ね、IT の機器とか使いながらやれれば全然できなくはないとは思うんですよね。東京にいても結局会わないくて、電話だけで済む仕事も結構あったりするので、はい、多分そこはなんかこう、ね、メンタリティだけの問題なのかなとは思いますね。今回 その、ね、このコロナのきっかけで、そのリモートワークとは何ぞやみたいなところは、みんな結構分かってきたと思うんで、はい、でここからじゃあ、うん、俺だったらこうしようみたいな、そういうカスタマイズをしていけば多分ものすごくフィットする会社って出てくるなので、そうですね。僕なんかも、まあまあね、野上さんもそうだと思うんですけど、フリーランスで僕やった時期あったんで、1日24時間の時間の使い方さえうまくやれば、はい、いくらでも遊べるし、いくらでも休み取れるし、はい、逆に返せばいくらでも金稼げるしっていうその自分がどう生きたいのかに対しての時間とお金の使い方を結構シビアに考えるようになれたかなっていうのがあったので、はい、だから逆にこう今急にじゃあ会社来なくていいですよ、リモートでお願いしますって言われても比較的全然楽というか、うん、頭が冴えてる時間帯にもう PC の仕事集中で考える時間帯はちょっとこうだみたいな、こうまあ比較的もう快適にリモートワークできたかなっていう気もしますし、はい、まあ、もちろん職種にはよるとは思うんですけども、ただその考え方、働き方っていうところをもっと本当にこう真剣に考えていくと、多分意外とすんなり山でこう、ね、リモートワークしながら仕事しながら滑れるっていうことはなんかすぐ結びつくような気はしますけど、そうですよね、本当にどう生きたいかっていうところにこう素直にこうなんていうんですかね、僕の場合でよくやるのが、その、文字にするんですよね、一回。はい。俺、じゃあ、まあ、北海道で今住みたいみたいな話したんですけど、住みたいって気持ちを、いろいろ文字に書いてくるんですよ。住むためにはどうしたらいいのかとか、住んだらこういうことがあるんじゃないか。はい、でそれをこう、いろいろこう、紐付けながら、メリット、デメリット出しながら、はい。とすると、この中間点が見えてくるんですよね。うん、まあ、こうすれば、こうだ、こういうこともあるから、こうすれば大丈夫じゃんとか、こう、具合が分かってくるので、はい、だからこうそういうのが分かってくるとこう安心できるというか自信になるというか、はい、不安のまま生きるのはやっぱみんな嫌だと思うんで、ある程度こう自信つけながら生きたいところだと思うんですけど、は
そういった時はこう、なんか頭の中だけでこう考えちゃうよりかは、文字にして見ると意外と現実味になる、現実的になるというか、うん、まあお金の面もそうだし、1年間でこんだけかかりますみたいな、もう数字を、あの、数字を字で見ると結構来るんですよね、やっぱり。まあちょっとシビアな話で。来るっすね。だからこう夢で終わらせないためには、やっぱり現実にこう戻しながら、いかに夢に近づけるかっていう、そのこう、なんかこうね、バランスの作業という、バランス取りの作業みたいな。はい。というものはやっぱ求められるかなっていうふうにはすごく思います。なるほど。コーニーはその今、渡来さんがすごいポジティブに、ね、うん、リモートワークによって、ね、雪山盛り上がるみたいな話したけど、それについて雪山にいる人間としては、まあ、この前も話したかもしれないけど。うん。いや、僕もそう思ってて、うん、もっとやっぱそううまく、ね、時間をかける。使いながら仕事できる人が増えて、山にね、長い期間来るようになったり、まあ、例えば移住しちゃったりする人が増えて、まあ、スノーボードにすごいのめり込む、今以上に、こう、のめり込んだスノーボーダーが増えるんじゃないかな、増えたらいいなっていうふうに思ってです。うん。やっぱりそうだよね。まあ、普通に首都圏から、うん、まあ、頑張って年間に、まあ、10回行けずに5、6回ぐらいのスノーボードとのやっぱりこう、接触だとね、なかなかこう、その、まあ、僕らはね、うん、ライフスタイルだ、カルチャーだとか言うけど、なかなかそこまでは到達できないと。まあ、あくまでレジャーで終わっちゃうもんね、やっぱり。うん。うん。わかりました。ありがとうございます。で、ちょっとじゃあそろそろちょっと本題というか、今回のテーマが、ウィズコロナ時代における、まあ、スノーリゾートのあり方みたいなテーマでやっていきたいなと思ってるんですけど、渡来さん、はい、今年、まあ、終わったシーズン振り返ってみると、はいはい、まあ、渡来さんにとっては1年目だったんですけど、はいはい、乱闘小説、はい、コロナっていうトリプルパンチのシーズンだったんですけど、どうでしたかね。いや、まあ、ね、今シーズン終わったから言えることかもしれないですけど、ある意味これ、この現実を知れたというか、その現実を体験できたってことはすごく大きいことかなというふうに思って、で過去にも、まあ、何十年か滑ってる中で、もう全く小説っていうシーズンもあったんですけど、はい、まあ、その時は、まあ、まあ今年降らなかったねぐらいで済んだかもしれないんですけども、うん、やっぱこうグローバルウォーミングがこうささやかれる中での小説っていうふうになってくると、やっぱりもっとこう真剣に考えていかなきゃいけないんだろうなっていうのが、やっぱ改めて思ったところでしたし、まあ、そこに対してじゃどう しなきゃいけないのか、どうしていくべきなのかみたいな部分っていうのは、またもっとこう前のめりに考えていかなきゃいけないだろうなとは思ってます、ね。やっぱり今より良くなるともやっぱ思えないので、うん、そういう意味ではこう今より悪くなった時にどうできるかっていうのを知るには、知るにはよかいいシーズンだったっていうのはちょっとおかしな、ね、言い方になっちゃうかもしれないんですけども、うん、まあ、そういうシーズンだったかなというのは思います、ね。でもちょっとコロナはちょっとあまりにも予想外すぎたんですけど、ただ、これがもしかしたらね、こうウイルスだって生き物ですし、はい、やつらもやつらなりに生きるのに必死なはずなんで、まあ、それこそ生命力高めるために突然変異とかもするかもしれないんで、うん、そうなった時に、じゃあ今度人間、そのじゃあコロナを経験した人たちが、その突然変異したウイルスにどう対処していくのかっていうのも、やっぱりそこも考えていかなきゃいけないんじゃないかなって思います。はい、でこれがこのまま収束するともあるかもしれないけど、まあ、収束しないなんていう、ね、イメージも、まあ、ニュースでももちろんいっぱい出てますし、はい、それに対してどうしていくのかっていうのは、やっぱりその臨機応変にいろいろ考えていかないといけないところかなっていうふうには、改めて思えたかなっていうところでした。そうですよね。で、まあ、今、緊急事態宣言も解除されて、こう、まあ、第2波、第3波みたいな話題がよく出ると思うんですけど、まあ、やっぱり当然、まあ、冬に向けて乾燥してる。来るほどウイルス多分増殖するじゃないですかね。そうなると多分ウィンターシーズン、まあ、入るときにまたなんかそういう可能性も出てくるわけですよね。そうですね、うん、今でもサマーシーズンだから夏ですもんね、そのマウンテンリゾートとしては。そうですね、夏営業がまあ始まるタイミングです。どういうあれですかね、その3密避けてみたいな話になると思うんですけど、どういう感じでこうやられてるんですかね。まあ、竜王で行くと、あの予約制にしてます。事前予約という形で、何人来られるかっていうところが申請していただいたっていう、いただいた上で、こう、署名なんかももらいながら、とかスタートします。まだ、まだちょっとしばらく東京から行けるような状況ではなかったりするので、まずは、まあ、長野県内のお客さんを相手に、やっていくような形になるんですけども、はい、まあ、それでも、まあ、
なんていうんですかね、まあ、ドアは開いてるんですけども、まあ、皆さん入ってくださいっていうんじゃなくて、やっぱりそのうまく人数を制限しながら、まあ、オペレーションに関しても、はい、もちろん席を開けながら、まあ、あのレストランなんかは利用していただくことになるかとは思いますし、まあ、1回に乗れるゴンドラのロープウェイの人数を、まあ、ちょっと少なくしたりとか、はい、で 瓶の数を減らしながら、こう、快適になるようにっていうような施策は取ってます。なるほど。コニーの地元の方に首都圏のナンバーとか増えてきたりするの、まあ、最近解除されて。うん、ちょ増えた。やっぱ別荘地が近くにあるから、そういうとこの人とかちょろちょろ見るようになったね。あとまあ仕事で来てる人とかもちょろっといたりしたけど。じゃあもうやっぱりまあ夏のリゾートもあれですよね。うん、まあすぐに本格化とは言えないですけど、まあもう受け入れ体制も整ってきて。まあ、3密回避しながらっていう状況ですよね、今渡来さんがおっしゃっていただいたように。はい、うん、そうですね。で、そのさっきのまあシーズンの振り返りなんですけど、その、まあ、もちろん大打撃受けつつも、そのスキー場開発の抱えてる、まあ、リゾート、8つぐらいあると思うんですけど、はい、どうでしたか。いや、これがね、ちょっと言い方には気をつけなきゃいけないんですけども、まあ、すごく一個人、一スノーボーダーとして意見を言わせてもらうと悪くなかったか、はい、皆さんが想像しているよりかは、業績としては悪くなかったっていう言い方が適切かなとは思います。で、例えば、川場のスキー場で行きますと、昨年よりも、まあ、超えてるんですよね。昨体と言われる部分が、まあ入場者数もそうですし、はい、売上に関しても良かったですし、ただまあ、他の7つのスキー場に関して言うと、昨体をまあ割ってしまったっていう結果にはなったんですけども、で8つのスキー場を合わせてどうだったかっていうところになってくると、はい、まあその、暖冬、小雪、コロナっていうその3つのワードから考えると、あ、これぐらいで済んだんだっていうような結果にはなります。ポジティブですね。おー、素晴らしい。特に川場なんかで行くと、例えば今シーズン12月、1月ってこう、新潟は全然雪降らなかったんですよね。はい。なんで、東京、首都圏から高速乗って、まあ、関越ブーッと行くと、みんなこう、返すのに手前で降りるみたいな。うん。それより向こう行っても雪ないってみんな知ってるんで、まあ沼田でみんな降りる方が多いと思う。で、そこで沼田の中でも標高が高いところからみんなやっぱ狙っていくっていう傾向があったので、うん、まあ一番奥から丸沼高原さんも良かったですし、うん、で、手前の方に川端と田原さんがあるんですけども、まあそこも両方やっぱり入り込みはすごい良かったっていう結果にはなったと。なんでまあ新潟行くはずのお客さんが、群馬で降りてくれたっていうことは結構ありました。はい。ただまああとは長野の白馬の方で行くと、うんうん、まあ白馬三山と呼ばれる、まあ、八方津軽池岩岳ってなるんですけど、はい、岩岳は皆さんご存知の通り標高が低いんです、うん、で特にまああの白馬行かれた方は分かるかと思うんですけども、まあ、津軽池はまあそこそこ雪もあったし八方もまあまああるってなって、じゃあ岩岳こうのスキー場の前の駐車場とか通るとこれやってるんですかっていうぐらい山がもう茶色っていうか緑っていうか、はい、そんな状況だったんで、うん、それはもちろんやっぱ標高低いところは雪も降らずっていうところでは苦しんだ結果ではありました、うん、でまあ、西の方の名峰岐阜のスキー場なんですけども、まあ、前回、まあ、結構 5シーズンぐらい前の調節の時期に降雪機を結構導入したんですよ、いっぱいそれを教訓に、うんうん、なんでまああそこは結構、まあ、冷える場所なので、まあ、しっかりとこう雪をまけば雪が残るっていうのが、まあ、我々 この前回の小説から学んだところ で、そこに対しての降雪機の効果がすごく出たかなっていうのがあって、はい、まあ、あの辺のエリアでは、まあ、比較的オープンも早かったですし、全面開放するタイミングも結構早かったので、はい、まあまあ入り込みがあったという状況ではあります。なるほど。妙高杉の原はローカル。杉の原は雪、まあ、例年に比べたら少ないけど、全然自分は満足いくし、まあ、ちょっと終わりがもうコロナでだいぶシリーズボミになったけど、結構満足して滑れたシーズンだったです。言われてる割には。お客さんの入りとかは？お客さんの入りも、例年よりか少ないかな。いや、多かったかも。あ、本当に。適当だな。
でもやっぱあれですよね、そのエリア、うん、さっき渡来さんがおっしゃってたように、その、まあ、沼田インター降りて、やっぱりそのエリアの中で勝ち組、負け組が出ちゃうわけですよね、どうしても。そうですね。うん、妙高だとね、やっぱそういうのもあるよね。妙高でも、まあ、隣の黒姫とか、まあ、うちから一番近いスキー場だけど、黒姫とかはやっぱ開けたり閉めたりとかしてたんで、雪がなくなって閉めてとか。で、降ったらまた開けてとか、そういう感じのが、もうすぐ近くのゲレンデでもあったから。うん。うん。手前で志賀高原とか標高高いからそっち行ったりとか。そっちに行くお客さんも多かったと思う。俺も結構行ったんだよね、志賀高原今回。なるほど。ね。で、そうですよね、その、さっき、渡来さんが言ってたように、その、悪くなかったって、多分雪の降る遊びなんで、その、標高が高いとか、もちろん降雪に恵まれてるとか、そういう外的要因が大きいと思うんですけど、とはいえ、その、まあ、コロナ始まって、インバウンド、結構やっぱ少なかったわけですよね、先進。そうですね、結果的にはもう、まあ、中国人のお客さんで行ったら、もう2月からパタッと止まったような状況でしたし。そうですよね。やっぱりもう雪がなかったっていうところで、乳児幼児から来るお客さんなんかは、まあ今、ね、白馬行ってもそんな雪ないよみたいな情報が出回ったと思うんですよね、はい、ある程度。はい、で、やっぱ結構行くとこを変えたりとかなんていう話もよく聞いてましたし、うん、まあ、インバウンドのお客さんはもうほぼコロナではもうちょっと沈没しちゃったところあるかもしれないですね。そうですよね。ああで、こう、コロナ禍が続いて、まあ来シーズンもインバウンドなかなか見込めないじゃないですか。そうですね。でもそんな中でやっぱその、スキー場開発が抱えてるリゾートが、もう先ほども言ったように、その、まあ、標高が高いとか、そういう地理的な条件もいいのかもしれないですけど、そういうこと以外にやっぱり内需をこう、取れてるというか。そうですね。はい、だから業績が悪くなかったということですもんね。そうですね。はい、その辺ってなんか、まあ、山のポテンシャルもあるんでしょうけど、なんかあるんですかね、そういうビジネス的ななんか、展開というか。どうでしょう。もちろん、まあね、プロモーションもそうですし、営業も、まあ、続けてやってはいるので、まあ、そういった意味でも、まあ、例えばお店、ショップロショップの方だったりとか、まあ、スポーツ店の皆さんだったりとか、アウトドアショップの方とか、まあ、スキーの業界の方とか、まあ、いろんな方は絡めながら仕事してるところもあるので、うん、まあ、うちのスキー場がまあ元気に営業できてます、雪も多いですっていうところは、まあ、ポジティブなメッセージはずっと発信してはいましたし、もちろんその SNS なんかもすごく強化してやってはいるので、まあ、その雪のあるっていうところはすごくアピールしてきたつもりではいますね。どのスキー場もそうなんですけど、はい、まあ、周りがない、雪が少ないなんて情報が、やっぱりネガティブな情報の方が回りやすいんですけども、まあ、そういった中でもこうなるべくポジティブな情報をずっとこう配信するっていうところは続けてきてました。うん、そういう意味ではこうやっぱ情報配信というか、まあ、情報をいかにこういい情報を発信できたかっていうところが肝になったのかなっていうふうには思います。はい。なんかその、まあ、ちょっと前まではその県、都道府県またいでの移動も制限されて、まあ、当然、海外からの渡航者は、まあ、ゼロ、ほぼゼロになって、で、こう、じゃあ今後のその、まあ、スノーリゾートだけじゃなくて、なんか観光業じゃどうするのってなると、こう、マイクロツーリズムみたいな言葉出てくるじゃないですか。そうなると、なんかその、要はローカル、地元の取り込みみたいなことだと思うんですけど、まあ、コニーの地元もあれ、ね、その、移住してる、来てるスノーボーダーとかも結構いるって言ってたからね、うん、そこの、なんだろう、盛り上がりじゃないけど。うん、やっぱ、このエリア好きで、移住してきてる。プロライダーもいるし、普通のこうスノーボーダーもいっぱいいるし、なんか、そういう人たちはまた増えてくると思うんやけど、うん、仕事がね、やっぱ田舎に住むのって、あんまり選べないから、そういう大変さも少しあるけど、でもまあ、なくはないから、仕事。うん、でも、リフト券とか、こうスキー場によったら高いとこあるじゃないですか。多分結構ウィスラーとかでもそういう感じなんやけど、むちゃくちゃもう高くて、リフトとか、もう全部物価も高くなっちゃってて、住めなくなってるって、ウィスラーに。普通の人が。もうお金持ちばっかになって。もう日本で言うと2000円。
そう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 、そういう風になるとなんか元も子もないんかなみたいなちょっと思っちゃったりするんやけど、なんだろうな、うん、うん、その辺うまくもしなんかやってほしいですあの例えば仕事をね、うん、スキー場で働けたり、まあ、夏もスキー場で働けるような仕事があったりいいと思うし、そのあたりどうですかね、渡辺さん。いや、仕事はありますよ。どういう、いや、あのスキー場、まあ、弊社の系列のスキー場もそうなんですけども、まあ、人材は常に募集してはいるんですね。やっぱ人が足りないと呼ばれてるくらいなんですよ。なんで、ある意味こう、まあ、募集かけてはいるんですけども、いけるかなんかちょっとわからないところも多少あったりするんですけど、ただ、とにかく常に人は募集してるっていうのはありますし、まあ、僕が入ったきっかけもそうだったんですけども、やっぱりこう、そうやって言ってくる人はあんまりいないらしいんですよね。え、言ってくる人がいないんですか？例えば僕みたいに、じゃあ、あの、まあ、ちょっとさっきの話であれなんですけども、はい、あの、まあ、じゃあ北海道住みたいみたいな。うん、話をしてて、まあ、それでまあ自分のキャリアを生かしてスキー場で働いて、まあ、なおかつその北海道住めればみたいなのをまあ僕は入るときにあのまあお願いというか、はい、そういうふうに考えてるんですみたいな話をしたときに、多分そういう人が意外と少なかったのかなっていうふうな、ちょっと会話の中でそれを感じたんですよ。で、実際会社入ってみると、やっぱり常に人は募集してますし、こういうこう、まあ、スキー場で働くっていう人は、で、僕は実際こうスキー場に行ったり、視察なんかで行ったりとかしても、やっぱりこう、皆さん、あの一人で何役もやられてたりとかするような状況だったりするのを、はい、まあ、目の当たりにしてるのを見ると、やっぱりこう、まあ、効率化もそうですけど、まあ、その働き方改革の部分で言ったら、まだちょっと人が足りてないからできてないんだろうなっていうところも多少ありますし、うん、なんでまあ、多分その自分のキャリア、僕はこういうことをスキー場でやりたいんですみたいな熱い思いを持ってる人がいるんであれば、どんどんアタックするべきだなって、アタックしてきてもらいたいなっていうふうに思ってはいます。なるほど。あの給料安いか高いかはちょっとあの分からないんですけども、多分その山に住んでスキー場で働いてっていうことは意外と、あのうちの会社以外のスキー場さんもおそらく結構人は足りてないとこ多いんじゃないかなというふうには思う。ちょ、受け皿をさっき小二が言った心配してるね、その、食なかったら来れねえじゃんっていうのは。そうなんです。あって、やっぱ冬はあっても夏がないとか、うん、季節労働だったりするじゃないですか。まあ、ディガーとかだったり、そこが一番問題だなって、そこ解決できないかな。スキー場によるかもしれないですよね。うん、夏、あの我々が保有してるスキー場で行くと夏営業やってるスキー場の方が多かったりするので、うん、そういったところをまあピックしていけば、うん、まあ、それこそ岩岳だったら冬はスノーボードで夏はマウンテンバイクとか、うん、いうことも全然シフトできるし、まあ、津軽池でも、まあ、そうですし、まあ、本当登山が好きな方がいるんでしたら、夏は、うん、夏もう年中山やれますし、うん、まあね、そういった意味ではまあ比較的働く場所は、まあ、場所とか機会はあるはずなので、まあ、そこをまあ一回ちょっとドア叩いてみるっていうのもありかもしれないですね。そういうスキー場がやっぱ増えるといいですよね。なんかせっかくこう山切り開いて作ったものをこう一年中やっぱ利用できるもんにしてほしいですね。うん。うん、どうせならっていうのも。もうまさにマウンテンリゾートって最初に分かりました。これすげえいい考えだと思った。あれ、コニーも結構やってるよね。なんかインスタとか上げてるよね。うん、マウンテンバイクも大好きやし。マウンテンバイク。うん。夏どんな感じなの、ライフスタイルとして、山に住むと。山に住むと、なんか鳥の声で目が覚めるよ、それ。最高。最高かよ。最高。最高。野鳥やね。山柄とか、四十柄とか。いるよ。キジとかもいるしね。キジ。キジはでもちょっと、なんか結構人が住んでるあたりに多いよな。ちょっと、町の方の。うん、まあ、田舎の中の町の方だけど。あとはまあ冬滑ってるこうスキー場のゲレンデとかがやっぱ見えたりするのとか、あ、夏はこんな感じなんやなとかっていうのを見るのとか楽しい。なんか妙高山とかまだ雪についてたりするし、うん、うん、そういうのがすごいいいっすね。うん、
なんそうだよね、なんか違う、こういうのじゃなかった。違う。でもなんか前、コニーがさ、うん、1回目か2回目か忘れたけど、スキー場ってこう管理されてて、リフトとか通ってるけど、うん、リフト乗って行けちゃうから、ね、なんとも思わないけど、実はすごい、大自然の中にいるみたいなこと言ってたじゃん。うん、そうそう、自然の中に入り込めてるからね、リフト乗って。あれ確かに言われて俺もハッとしたというか、ああ、そうだよね、みたいな。そう、夏行くと分かる、うわ、すげえ山なんだ、ここって。冬、スキー場、ね、周り雪の中でリフト乗って、ゴンドラ乗って、ピークついても、あ、スキー場だーって感じやけど、夏に行くと、うわ、めっちゃ山に来てる俺っていうのが、うん、なんか、冬より思っちゃうかも。夏の魅力、まあ、そのマウンテンリゾート、まあ、移住とか、もし本当に考えてる人って、もう当然冬以外も山に住むことになると思うんですけど、うん、なんか渡辺さん の, その抱えられてるリゾートとかの夏ってどういう魅力があるんですかね、夏山の。どうですかね、僕は、まあ、山の稜線見るのは大好きだったりもするんで、それがこう夏の色と冬の色、秋の色、春の色、ちょっと順番バラバラになっちゃいましたけど、なんかそのそれぞれの四季を感じることができるっていうのが一番でっかいかなっていう。うん、あ、それめちゃくちゃわかります。まあ、あとはその、ね、おそらく遊びに行く人のほとんどがその都内とか町に住んでる、都内というかその都市部に住んでる方多いと思うので、はい、もうひたすらやっぱりその都市にないものを求めて、もう山奥に進んでもらいたいなって思いますね。本当に発見がすごいの。うん、やっぱ行ってみないとわからない部分ってすごくありますし、その例えばこう歩いててなんかちょっと綺麗なこう水源とか水が出てるところとかをこう発見した日にはなんかそういうのだけで喜べちゃう、なんかこう本当に素に戻れるというか人間らしくなれるというか、はい、そういう気持ちになれるっていうのが僕一番いいなと思っているので、やっぱりこうまあね、よく言うそのストレス解消みたいな言い方になるかもしれないんですけども、やっぱりこう日、はい、日常とは違う場所に身を移すってことってやっぱりまあ僕はすごい必要なんじゃないかなっていうふうに思います。そのまあ自分の内面的に見つめる意味でもそうですし、はい、まあ、やっぱりこう新しいものをなんかやっていこうとか新しいことなんかやりたいみたいなふうにこうガンガンやってる時ですらやっぱりちょっと少し一息入れる、その一息入れるのがいつもの場所じゃなくて違う場所に行ってみるとかっていうふうになってくるだけでもかなりちょっと考え方変わってくるんじゃないかなっていうのはすごく僕の中ではあるので、そういった意味ではこう冬に山行くのはスノーボーダーだったら当たり前に皆さんやってることだと思うんですけども、じゃあ自分が冬に滑ってる場所夏どんななってんだろうっていうのを見に行くだけでも相当面白い発見があるはずなので、そこはちょっとぜひもう一度でもいいから行ってもらえれば何かしら一つ二つぐらいはいい発見があると思うので、はい、なるほど、うん、渡辺さん前職のまあボルコム時代も結構マウンテンクリーンとかやられてて、はい、もちろん夏山よく行かれてたと思うんですけど、その、はい、ここに今渡辺さんが言ったのをなんかもうちょっと具体的にさ、なんか表現できない、実際この夏山、うーん、具体的に夏山、なんか山、うん、うん、うん、あ、どうぞ、なんかね、山にまあ実際住んでるけども、ほんま森みたいなところに住んでるけど、まあ、そこまで山じゃなくても、まあ、例えば長野市でも、まあ、30分で家に来れるから、うん、なんかそんぐらいの距離感でも全然いいと思って、やっぱ山だとすごい不便なこと、まあ、スーパー遠いとかもちょっとあるから、でも、まあ、30分圏内でスキー場に行けるような、で町っていうのがすごいいっぱい長野とかあるから、うん、そんぐらいの感覚でいいと思うけど、でも山なあ、あかんな、なんかちょっと変な感じになったぞ。で、夏山さ、その、夏山も登ったりするわけでしょ、うん、登る。なんか渡辺さんがね、それはやっぱ絶対、ね、一度は体験した方がいいって言ってたじゃん。それここには、ね、うん、一度的に体験してると思うんだけど。うん。そこはそうやな。その、八方の上に何年か前に登ったことあって、夏に。うん。上に八方池っていうのがあるんだけど、これね、冬にも行ったことあるけど、やっぱ冬だとすごい厳しい景色で、まあすごい天気良ければめちゃくちゃ素晴らしい綺麗なとこなんやけど、夏の方がね、山って感じがするよ。なんちゃこの話。景色やばい。うん、景色やばいし、
なんだろうな、やっぱ見た方がいいっすよ、夏の景色。でも一番さっき渡辺さん言ってたんで、僕がすごい今住んでて一番いいってものは四季をめちゃくちゃ感じれるってことですね。うん、本当に雪が溶けて春が来て、本当に新緑、今ちょうど新緑の季節、山の色も全然違うんですよね。うん、もう緑がこうだんだんこう緑の濃さが標高によって違くて、まあ、そういう景色とかはやっぱ今の時期しか見れんもんし、まあ、その春夏秋冬をめちゃくちゃ肌で感じてるっていうのは山に住んでてすごいいいこと、うん、人間らしいっていうかすごい日本の素晴らしさなんだなこれがみたいなすごい思うんです。なるほど、うん、いや本当にね、四季は世界に誇れる日本の、うんうん、立派な資源です、うん、僕の友達がこの間2月ぐらいに一人で富良野に3週間ぐらい滞在してて、それでまあ帰ってたやつがいて、でまあ帰る前に東京を寄ってくれてもちょっと僕とちょっと食事したことがあって、その時にまあ言ってたのが、まあ、多分今回で6回目か7回目ぐらいの単独来日だったんですけど、うん、今回気づいたのはその前回が 秋に来たらしいんです。で今回また冬に富良野行って思ったのが、やっぱその四季の違いがあまりにも違いすぎることに驚いてたみたいで、そいつもカナディアンだからある程度、まあ、その山とかも見てるはずなんだけど、その都会と山のギャップにプラスしてその四季のギャップってすごくあるから、見どころが多すぎてすごくこう魅力がこうと一言で言い表せない国だなみたいなことを言われたんです。嬉しい。それがやっぱりこう国土がこんなに狭いけど、ほとんどはもう7割以上が山じゃないですか日本、はい、でその山でも形も違えば、北と南のそのやっぱりこう差も結構大きいので、もう生えてる木から何から全部違うし、うん、そういった部分のこの違いというものがあまりにも多いのがなんか面白いみたいな。こんなにちっちゃい国なのに、一体カリフォルニアと同じぐらいの大きさしかないのに、なんでこんなに違うんだっていうのをすごく、うんうん、まあ、そういった力説をしてたんですよね。やっぱそれで、なおかつ海も山も町も移動もしやすく、うん、まあ、しかし安全だし、人もいいし、清潔だし、この国は本当にいい国だみたいなことをすごく言ってたんで、うん、だから逆に日本人だったらもっと日本旅しなきゃダメだみたいなことをすごく言ってたんですよね。僕も比較的海外行ってたことが多かったんで、それなりになんとなくいろんな場所は行ったんですけど、はい、本当に自信持って言えるのは、もう山に関してって僕日本が一番なんじゃないかなと思うんですよ。大げさじゃなく、うん、雪質の、まあ、あの斜面のバリエーションもそうだし、うん、その氷河とかそういうのはないですけど、はい、まあ、シャドウもいくらでも選び放題だし、まあ、林やりたけやいくらでもあるしとか、うん、まあ、雪質も言ったら、まあ海に近づけばこうなるとか、もっと内陸入れば軽くなるとか、そういう条件がこういろんな場所に違いがあるので、その違いを楽しみに行くっていうことをやっぱちょっと結構大人になってから覚えるようになったので。なるほど。で、そうですよね。そのチョイスは逆にね、アメリカ行くとできないんですよね。コロラド行ったらコロラドスタイルになっちゃいます。でもコロラドにいて、じゃベーカーみたいなちょっとこうヘビーなごっつりしたとこ滑りたいと思うとできないんですよ。移動しようってなったらもう飛行機になっちゃうし、でも日本だと、じゃあ妙高から白馬ってそんなにね驚くほど遠くもないし、うんうん、そうこれちょっとこう山一本裏入っただけ、一本裏とか、まあ反対側の尾根抜けただけでまた環境変わるっていう面白さっていうのはぜひ、ね、皆さん味わうべきかなって、うん、そうですよね。この距離感で全然違う雪質の山がいっぱいあるっていうのは日本だけなんかもしれないです。本当に、うん、ここまで差が出るのは。ですね。はい。いや、ほんとその魅力、まあ、あんだけ外国人が、ね、渡辺さんのその知り合いももちろんそうだし、今は来れないけど、ね、やっぱりインバウンドにこう、まあ、悪い言い方したら頼ってる部分もやっぱり多かったじゃないですか。にまあ、そのスキー場開発さんに限らず、うん、まあ、日本の全体のリゾート、だ今後その今、うん、渡来さんとかコニーが言ってくれたようなその日本の雪山の魅力を実は日本人があまりも日本人の方が知らないんじゃないかみたいな現実があって、まあ、そこにこうどんどん今まで以上に多分プロモーションしていかないと多分リゾートも
まあ、今のに、まあ、頼ってったって言い方が正しいか分かんないですけど、その分は穴埋めしなきゃいけないと思うんですけど、その辺のどう、何か施策というか、なんかありますかね。そうですね。まあ、そういう意味では、その日本の、まあ、僕はさっき話したような内容ですよね、その日本の良さみたいな部分を、やっぱりもっと自分たちから発信していかなきゃいけないかなと思ってはいるんですよね。要は、あの白馬だからこういう感じだから来てくださいっていうんじゃなくて、はい、分かる人でも分からない人でも、もう結構、本当にいいところをひたすらこう伝えていくというか、もうやっぱそこに対して熱心に伝えていくようなことをしていかない限りは、多分理解できないだろうなというのはあると思いますし。はい、まあ、それはまあもちろんやり続けなきゃいけないところではあるのはあるんですよね。ただでもまあどうですかね、インバウンドに頼ってるというと、まあ頼りきってはいないんで、確かにいいですけども、ただニセコの例見ちゃうと、あの特に厳しいですよね。日本人のお客さんは全くいない状況で、あそここそ本当にインバウンドに支えられてたところだと思うんですけども、はい、まあ、今回みたいな、まあ、小説コロナ暖冬みたいなところを食らっちゃうと、やっぱ一気に落ち込んじゃうっていうのは、やっぱりそれじゃいかんっていうのはどこのスキー場も皆さん感じてると思うんで、そうなるとその法人のお客さん、あの国内のお客さんにどれだけ本当に魅力を伝えられるかっていうところはやっぱりもっとやっていかなきゃいけないのかなというふうには思いました、うん、はい。なんで、まああのまあ、このコアに滑りをまあ追求するお客さんだったりとか、まだ雪も触ったことのないお客さん、いろんな方いるとは思うんですけども、まあ、その触ってあの本当にコアにやられてる方にはやっぱそのコアの人が理解できるようないいところを、まあ、プッシュするっていう作業です。今まではあの1個の媒体とか、まあ、SNS でこう1つのことをボンボン答えてるだけかもしれないですけども、まあ、それもこうチャンネルを変えながらいろんな人にいろんな発信をしていくっていうような、まあもちろん手間にはなるかとは思うんですけども、まあ、そういうところまでやっぱりやっていかないと、まあ、こう機会が損失してしまうのかななんていうふうに思ってはいます。はい、あの質問いいですか。はい、どうぞ。なんかスキー場のバックカントリーエリアっていうかコース外が結構日本はすごい取り締まってたり、こうだいぶ過保護な感じでここはコース、ここは滑っちゃダメとかなってるけど、うん、私はやっぱ海外いっぱい行ってると思うから分かると思うんですけど、はい、全然向こうはそんなんじゃないじゃないですか。もっと解放してるし、まあ、みんな自分の責任でっていう、もちろん向こうの人は大体当たり前でやってるけど、日本もああいう風にできないんですかね。それは僕も会社入る前にすごい感じたところではあるんですけども、うん、一つ言えるのが、うん、日本の山ほとんどがその地権者さんの持ち物だったりするんです。要は、スキー場が所有してるものじゃなくて、土地を、地権者というか、借りてる、営業してるというような状況になるので、そうなってくると、やっぱりその、まず、誰の山かって、その山を持ってる人が一人じゃなかったりするケースが多いんですよ。何百人とか。へぇー。そうなってくると、じゃあ、どこにリフトかけました、どこ滑りますってなったときに、やっぱりその、土地に、のね、この所有者の方にいろいろやっぱりお買い立てなきゃいけないところがあったりとか、っていうのもありますし、まあ、あとはその、作動のところで行くと、やっぱり借りられる範囲っていうのがあるので、で、バックカントリー、じゃあ、スキー場のエリアが決まってるけど、その外を滑りたいって言った場合は、滑らせるんだったら、そこの場所を借りてしまえば滑れるかもしれないんですけども、そこに行く人が何人いるんだとか、そこで事故起きたらどうやって助けるんだっていうところに関しては、やっぱりまだちょっと、まあ、インフラというかそういう意味では追いついてないところが多いですし、あとはスキー場の、まあ、パトロールの方に聞いた話だと、やっぱりその日本のスキー場だと、まあ、まずちょっと山が入り組みすぎてるっていうところがあって、入られて、もし、まあ、怪我なりなんなりで救助するってなった場合、もうすぐ助けるのが大変で、技術がすごいいるらしいんですよ。それパトロールの技術が。そこの技術を持ってる人がまだちょっと少ないみたいな話を聞いたことはあります。要するに、人助けをする人があんまりこう、まあ、まだスキルとかがまだちょっと足りてない現状も多少あるっていうのは聞いたんで、要するにその、行っていいっていうことは、何かあったらこちらが責任取れますよみたいな、助けますよみたいな
ことも、まあ、もちろん裏付けてあげないとあまりにも無責任だと思うんですよ、そこは。まあ、お金払ってリフト乗ってくれてる以上はやっぱお客さんですし、そのお客さんがもし外に出られたとしても、我々はやっぱりリフト券買ってくれたお客さんだったりするので、彼らの安全もやっぱり考えてあげなきゃいけないんですよね。そういうやっぱ安全っていうものをやっぱ第一主義に考えていくと、やっぱり行っていいですよっていう、ちょっとまあ無責任なことは言ってはいけないかなっていうふうには思いますし、そういったところで、まあ、管理できる範囲で非圧接コースっていうものをまあ設置したりとか、まあ、ウニはまあ、徐々にそういう流れにはなってきてはいるんですけど、やっぱりこう、なかなか山の形が分かりにくいところの方がやっぱ多いとは思うので、やっぱりこう、トラックについてって帰ってこれない人、そのトラックの見極めみたいなのがやっぱりうまく、やっぱそこって経験がすごい必要になってくるので、そういった部分までこう、ね、まあ、なんていうんですか、そのみんな経験持たれるにやっぱ時間もかかってくると思うので、やっぱバックカントリー、サイドカントリーみたいな言葉が流行ってきたのも、やっぱそこまでまだ年数経ってないので、まあ、そういった部分はやっぱりもうちょっと、なんていうんですかね、プレイヤーの方が率先して、やっぱりその安全っていうのを意識しながら、まあ、ちょっと、やらないと、ちょっと難しいかなって思います。あとはどうですかね、スキー場、バックカントリーか。でもやっぱ海外の人たちがすごい増えた。ことでこうもうなんかスキー場もこう取り締まりきれなくなって、前まではすげえダメだったのが、もうここはスキー場外ですよっていう看板立てて、グレーゾーンじゃないけど暗黙の了解で OK してるスキー場もいっぱいあって、そうですね、そこはまあ、ちょっとこれはなかなか、ね、僕の個人的な、僕の個人的な意見で言ったらちょっと無責任かもしれないですね。そのお客さんに対して。まあもちろんね、オンリスクでどうぞっていうのもまあ一つのね、かもしれないんですけども、まあそれが技術、と経験のある方だったらもうすぐ理解してうまくこういると思うんですけども、やっぱそこまで技術がなくて、そこまで経験がない方が、あ、なるほどみたいな感じで、やっぱ行ってしまうと怖いですよね。で、そこでじゃあ誰が助けるんだってなったら、やっぱ地元の、ね、消防団の方が出てくるとか、警察のお世話になったりとか、でもちろんスキー場のパトロールの人間も全員呼び出し食らいますから、そこでね、こう考えていくと、やっぱ救助された方もね、お金もやっぱかかってしまいますしとか、そこでこう、ね、なんかこう、まあ、要はいいことを一つもないというか、今の現状だけですけど。難しいですよね。難しい。そこはだから、本当に時間はかかる。だからもう、一番の答えは、山を丸ごとすべて買って、そこにリフトをかける。これ、俺の山なんだから。のルールでやってくれみたいな風に言ってしまうのがもしかしたらありだろう。極論そうです、ね。極論、うん。なるほど。まあでも日本人はね、やっぱそのオンリスクって言葉がまだ全然浸透してないと思うんで、やっぱ、まあ、パーク一つにとっても未だにそういう部分やっぱあるみたいなんで、そのジャンプして例えばまあ。ジャンプして着地失敗して転びました、転んで怪我しましたっていうのがスキー場のそのジャンプ台のせいにされたりとかいうケースもやっぱよく聞く話だとしますし、いや飛んだのはあなたじゃないですかみたいな話なんですけども、でもやっぱそこってやっぱりまあその作った側にも多少の責任、やっぱゼロじゃないっていうところって出てきてしまうので、そういったところはちょっとアメリカ人とかそのヨーロッパの人とのメンタリティとかそのまあ法律の部分だったりその生活習慣だったりとか、そういろんなものがやっぱり影響してるんじゃないかなと思うので、なかなかそこはグローバルのルールとして統一するっていうのはちょっと難しいかなというところではあります。なるほど、難しいですね。大丈夫、ここに大丈夫、ここはなんかすげえ難しい問題だなって、すいません、なんかあやふやな答えになって、いえ、そうですね、ちょっとまたそれも、続編は話したいなというところなんですが、そろそろ1時間ぐらいちょっと経ってきたので、ちょっと質問来てて、コロナによって、まあ、いわゆる不特定多数の人の集まるリゾートホテルに滞在しづらくなると思うのですが、まあ、できる限りコンパクトに滞在する何かいい方法ってあるんですかねっていう。渡辺さんのところってリゾート、そうですよ、大型リゾートも併設されてるんでしたっけ？
ですね、うちのスキー場、ホテルを基本的には保有してないところが多いんです。あ、そっか、ホテルはないんですよね。ホテルないんですよ。うん、でも確かにその滞在、まあ、ビュッフェとか嫌ですよね、おそらく。ビュッフェはもう、多分やらないんじゃないですかね、そこはもう。まあ、ね、都内のホテルでもほとんどそうですけど、ね、やっぱもう、食事はワンプレートで、まあ、一人一皿というか、うん、まあ、自分で取るスタイルじゃなくて、提供してくれるっていう状況に変わってきてると思うので、うん、まあ山も少なからずそういう形にはなりますし、だからその滞在、うん、コンパクトに滞在っていうとどういうあれなんですか、ね、例えばなんだろう、まあ部屋はそれぞれ仕切られてるはずなので部屋を一個一個開けて泊まりますとか多分やる必要ないですし、うん、多分まあ気になるところで言ったら多分そのまあロビー的な場所とあとは共用部分、お風呂、レストランとか、うん、その辺の、まあ、オペレーションがどうなるかっていうところなのかなと思うので、そうですね。そこは、レストランだったら、例えば、東京とかの他の地域のレストランと同じように、まあ、席を空けて使わせるとか、食事を取る時間をずらしてもらうとか、そういった対策は絶対打ってくるはずだとは思います。なるほど。そうですよね。まあ、チェックイン、チェックアウト、その食事、温泉。そういうところですよね。人と接するところをうまく回避できれば、うん、まあそう、ね、部屋はセパレートされてるわけですもんね。まあ、あとは、その、例えば、4人1部屋みたいな部分の使い方が制限される可能性はあるかもしれないですね。うん。本来だったら4人泊まれるはずの部屋を2人だけにするとか。なるほど。はい、そういう可能性は出てくるとは思います。わかりました。あと、ボルコム、ストア仙台の誠一くんから松田さんラブってコメント来てます、ね、もちろん僕も愛してますよ。仙もう遠くのバディなんで。でちょっとまあまだまだ、話は尽きないんですが、ちょっととりあえず、バクサイル TV のボリューム7はちょっとここで一旦締めようと思います。渡辺さんまた出てもらえますかね。はい、大丈夫です。ちょっと今日は眠たそうな顔ですいません。ちょっと今日は早起きからの、ちょっと今日トレーニング行っちゃって、もうヘトヘトになっちゃって。あ、そうですよね。PC トラブっていきなりスマホみたいな感じですか。そうなんですよ。もう、対談始まる2時間前に PC の電源入んなくなって。マジっすか、やべえ。いや、めっちゃテンパっちゃって、もう大変だったんですけど。明日からの仕事もやばいっていう。そうなんですよ。あらあらあら。ここには音めっちゃなんかいいね、今回。あ、これね、これ iPhone のイヤホンをつなぐとね、あ、やっぱいい、調子良くなった。うん。なるほど。じゃあちょっと次回もまたこのメンバー、うん、リゾートの話できればと思ってます。うん、もう聞きたいことあった。思い出した。うん。また、じゃあ、撮っときます。うん。じゃあ、渡辺さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ご視聴皆さんありがとうございました。また、バックサイド TV ボリューム8でお会いしましょう。ありがとうございました。